久保さん、久保さんやっぱすごいですね。久保さんはね、前も現金をこう、ね、あの、これ上げてくるんです、みたいな。すげえな、久保さんみたいな。4年もやってんのみたいな。僕まだ全然やってないんで。だまず車上げて、車プラス、車上げてからの現金支給ですね <laughs>、うん。多分ね、おそらくなんですけど、まあ、久保さんが言う通り、 その現金って多分子供からもらった現金って使いづらいと思うんですよね。どう思いますまあ、久保さんの、ね、親も使ってないってことなんですけど、多分ね、子供からお金もらうっていう、もらったお金って多分ね、使いづらいと思うんですよね。まあでもなんかあった時っていうとこで、まあ,あく、まあまあ車はね、まだうちの親父は運転するんで、な来年の目標ですね。来年の目標としては、 あの車あの僕はローンで買いましたけど、親のやつはもう一括で買っていくっていう。それは来年の目標ですね。うん。そう。まあ、あとは、まあ、ちょっとお金に関しては、まあ、もっと頑張らないと、ちょっと支給できないんで、久保さんほどね。二 <laughs>、三十万支給するのもちょっと今、難しいんで。<laughs> そこはちょっと考えます。うん、考,考えるというか、頑張るっていうね、そこはね。 な、なんだろうな。そう、なんか、頑張るフレーズですよね。要は今、まあ今年僕借金全部換算し,し,したんで、ちょっとなやっぱ楽になりましたね、気持ちは。まだまあ、そんなゆとりは全然ないんですけど、その、その、借金のためにね、だからその、久保さんが言う通り、嫌な仕事もやっぱや,やりましたよ。この4年の間に。やりたくないことも。やりましたよ、それはね。あの、なんだ。 うーん。ぶっちゃけ、えー、自分があ、組みたくない人、この4年を振り返ってみると、まあ後半戦は全然いいんですけど、前半戦は組みたくない人とかも組んだりとかやりましたからね。それはまあ、お金売り上げ作っていかないといけないっていうのがあるので、うんね、借金返済は待ってくれないですからね。そう。 だ一時期毎月100万返してた時はきつかったっすね、本当に。うん。で、自分の分も必要じゃないですか。か毎月100万の時は一番きつかったな。うん、だ結構無理しましたね。だからそのドリームアカデミアも多分3ヶ月に1ぺぐらい売っ,ては売ってましたね、その時は。今は本当に今年もドリームアカデミア一発もセールスしてないんですけど、だからそのドリームアカデミアの高額な商品を 一年に一回だけ売るというスタンスに持ってきたくて、それを頑張ってたんですけど、ようやくそこが、もう今年もドリームアカデミアの本コースは一度もセールスせず、去年もしなくても行けたんですけど、だ今年もまあ行けそうなんで、12月ドリームアカデミアは毎年ね、だからその一年に一回のセールスっていうのは久保さんのパクリなんですけど、一年に一回のイベント12月う、がっつり行くっていうね。で、でも、なんだ、それができたのも、 うん、まあやりたくないこともやったっていう話ですね。うん、みんななんかね、その好きなことで生きていくっていうなんか勘違いしてる人多いんですけど、好きなことで生きていくためには嫌なことも頑張らないといけないよって話で。じゃあ久保さんがね、サイトアフリエイトめっちゃやりたかったのか、元からサイトアフリエイトをね、1万個もブログ作りたかったのか、多分ね、 めっっっちちゃゃ僕作作りたたいいいいんでですすていう気持ちで作ったわけじゃないと思いますよお金稼ぐためにじゃあ俺は量産しかねえなみたいなやるしかねえなみたいな感じでやって好きだから作ったっていうわけじゃないですよね久保さん多分まあ多分動画に関しては多分もう好きというフレーズの部分あると思いますけどただ一番最初もじゃあ動画めっちゃ好きだからなんかめっちゃしゃべったりとかしてたのかっていうと 多分そうでもない。僕なんかは、まあ、久保それは久保さんしかわかんないですけど、僕なんかは喋るのももともと嫌いだったんで、この、この YouTube に関してはもともとはね、そのお金のためですよ、完全。一番集客しやすい、ファンを作りやすい、あの、いろいろできるので、YouTube 始めましたけど、最初はね、もう嫌でしたね、嫌いでしたよ。うん。まあ、今はそんなことはもうな,いなくなりましたけどね。普通になりましたけど。 ああまあ今はその頑張るっていうところが今までは自分のために頑張ってたんだけどなんか人のために頑張れるフレーズになったかなっていうその頑張るっていうところもねでもその人のために頑張るんだけどもそれも別に強制ではないってことですね。 その自分から湧き出てくる。だから親になんか買ってあげたいなっていうところは別に強制されてないんですよね。親が俺に車買えって言ってるわけじゃないし、俺に金よこせって親から言われたわけでもないし、自らこの自発的にこう生まれてるものですから、だからその頑張るフレーズがやっぱ変わるといいですよね。うーん。だからまずは自分をあの満たすってことは僕は大事だと思います。うん。やっぱね、 マザー・テルサでとか、まあ、その、ぶっ飛んだ人じゃないと、自分が満たされてない状況で、相手を100%満たしてあげるっていうのは、かなり難しいと僕は思ってる人間です。だから、例えば分かりやすく言うと、自分がめちゃめちゃお腹減ってるけど、目の前の、だお腹減ってもう死にそうで、1週間ご飯食べてません。1週間ご飯食べてないけども、隣の人も同じ状況で、あの、全部100%でそのご飯を分け、分け与えるってことは、 結構難しいいのかなと思いま,すまあ多分100歩譲ってじゃあ半分半分ねぐらいがまあベターかなとは思うんですけど自分が本当に食わないと死な,死なないといけないという状況もう,もう,も,うもう無理だっていう状況でこっちもね死なないというもう食ってないみたいなでそれをね心心の湧き出る心心からいいよっていうのは多分難しいと思います。 だって自分が死ぬわけじゃないですか。うん。だから、その湧き出て本当にいいですよっていうふうに言えるっていうのは自分が満たされてて、まあ普通にね、自分がお腹、ステーキいっぱいバンバン食ってね、お腹いっぱいでもう食えないっていう状態だったら、もう完全100%、あ、全然僕もお腹食えないんで、もう一っもう逆に食べてくださいみたいな。もう食えないんで食べてくださいって100%いけると思うんですよ。だ結構まず自分を満たしてあげるっていうことは僕は大事だと思いますね。自分を満たすっていうことは。 うんでそれがないと多分いけないと思いますね。だからあとはね、これ僕の,あの状況で心のその変わったところが、警察に捕まった時の感情ですね。これもすげえ良かったなと思うのが、捕まえてくれてありがとうになったんですよ。昔までは、その、ふざけんなみたいなね。俺よりなんかやってるやついるじゃねえかとか、また切符取られて何万も取られたよみたいな思ってたんですけど、なんか、あ見つけてくれてありがとうと。 もしこれ見つけてくれなかったら、あの、俺死んでたかもしれないなと。気づかせてくれてありがとうと。みたいに思えるようになったっていう。これもね、多分、フレーズが上がったことによって、その、警察に捕まった時、交通違反で捕まった時に、どういう気持ちで対応できるのか。だから、あすいません、お疲れ様ですと僕あの、今度は免許更新なんですけど、直近で1年前赤信号、あの、あの、突っ切って、あ捕まったんですけど、 で、それもね、黄色と赤微妙なラインだったんですけどね。<laughs> ブーンって来て、で、コンコンみたいなね。ちょっと強引だったですかねみたいな。ちょっと強引だったですかねみたいな。言われて、あ、すいません、お疲れ様です。つって。で、警察の人もね、すいません、みたいな。なんかもう、ちょっと本当に微妙なラインだったんですよ。まあ、ちょっと強引かなっていう、まあそれぐらいのレベルだったんですけど。<laughs> 警察の人も、ちょ、っとすいませんね、みたいな。あ、いいっす、いいっす、みたいな。 そう何のやりとりやねんみたいな、これね。<laughs> まあ向こうも仕事でねあの、切符切っていかないといけないっていうノルマもあると思うんで、<laughs> なんかすいませんね、みたいな。あ,あ、いいっすよ、みたいな。なんかそ,そういういうに買われてるのが良かったと思いますだ。でも、でも昔だったらふざけんなよ、みたいな。お前の車も行ってたじゃねえか、みたいな気持ちになってたと思いますし。うーん だからやっぱね、自分を満たすために、まずは頑張るっていうのは大事ですし、そこ行くと、他者還元に移りやすいですね。うん。しかも他者還元も、内から出てくるっていう、他者還元。だからこれがね、一番いいと思いますね。うん。そう。まあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。